夢馬県の死者渡辺 TM、経由あられた走る。デビューから4戦目までは芝を使って掲示板にすら届かなかった馬だが、ダートへ矛先を向けてからはそこを見せない上昇ぶり。特に、未勝利を勝って臨んだ今回と同じ舞台の3走前持ちの気床は、後方からぐいぐいと足を伸ばして勝ち馬に頭さまで迫った高内容の2着だったが、その勝ち馬は直後に地方で重賞を勝ち。 さらには新たに整備されたダート3巻の幕開けとなった旗杯でも2着のアンモシエラというハイレベルだったもの。重傷のここでも能力は十